応援し、励ましてくれ、いつも笑顔で支え続けてくれた妻と子供たちに感謝の言葉を送りたいと思います。あなたたちなしではこのサッカー人生はありえなかったです。本当にありがとう。そしてこれからも今まで以上に大変な人生が待っていると思いますが、今まで通り自分にできることを一生懸命謙虚な気持ちでかっこいい、そして自慢の父親になれるように頑張っていきたいと思っています。イラマンツータ九州が今後 J2 昇格、J1 昇格、日本一、アジア一へのクラブへと躍進していくことを心から応援しています。ただ来週まだ長野戦が残っています。必ず勝って帰ってきます。こんな大事なサッカー選手ではなかったと思いますが、今日こういう素晴らしい場所を作っていただき本当にありがとうございました。ありがとうございました。